創世記第33章。さてヤコブは目を上げ、エサウが400人を率いてくるのを見た。そこで彼は子供たちを分けて、レアとラケルと二人の使い目とに渡し、使い目とその子供たちを真っ先に置き、レアとその子供たちを次に置き、ラケルとヨセフを最後に置いて、自ら彼らの前に進み、七度身を地にかがめて兄に近づいた。すると、エサウは走ってきて迎え、彼を抱き、その首を抱えて口づけし、共に泣いた。エサウは目を上げて女と子供たちを見ていった。あなたと一緒にいるこれらの者は誰ですか？ヤコブを言った。神がしもべに授けられた子供たちです。そこで使い目たちはその子供たちと共に近寄ってお辞儀した。レアもまたその子供たちと共に近寄ってお辞儀し、それからヨセフとラケルが近寄ってお辞儀した。するとエサウは言った。私が出会ったあのすべての群れはどうしたのですか？ヤコブは言った。我が主の前に恵みを売るためです。エサウは言った。弟よ、私は十分持っている。あなたのものはあなたのものにしなさい。ヤコブは言った。いいえ、もし私があなたの前に恵みを売るなら、どうか私の手から贈り物を受けてください。あなたが喜んで私を迎えてくださるので、あなたの顔を見て神の顔を見るように思います。どうか私が持ってきた贈り物を受けてください。神が私を恵まれたので、私は十分持っていますから。こうして彼が敷いたので、彼は受け取った。そしてエサウは言った。さあ、立って行こう。私が先に行く。ヤコブは彼に言った。ご存知のように、子供たちはか弱く、また乳を飲ませている羊や牛を私が世話をしています。もし一日でも歩かせすぎたら、群れは皆死んでしまいます。我が主よ、どうかしもべの先においでください。私は私の前にいる家畜と子供たちの歩みに合わせて、ゆっくり歩いて行き、セイルで我が主と一緒になりましょう。エサウは言った。それなら、私が連れている者どものうち、幾人かをあなたのもとに残しましょう。ヤコブは言った。いいえ、それには及びません。我が主の前に恵みを得させてください。その日、エサウはセイルへの帰途に着いた。ヤコブは立って、スコテに行き、自分のために家を建て、また家畜のために小屋を作った。これによってそのところの名はスコテと呼ばれている。こうしてヤコブはパダンアラムから来て、無事カナンの地のシケムの町に着き、町の前に宿営した。彼は天幕を張った野の一部をシケムの父ハモルの子らの手から百ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てて、これをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。